キングプリンス退場の3人の今後は平野紫耀はノープラン。2023年、キングプリンスへの人気メンバーであった平野紫耀さん、神宮寺勇太さん、岸優太さんの3人がジャニーズ事務所を脱退し、新たな道を歩み始めました。彼らの退場によって、多くのファンが驚きと興奮を抱えています。一体彼らの今後はどうなるのでしょうか 平野潮さんは、ノープラン、と語る中、海外進出を目指す3人の未来に、スポットライトを当ててみたいと思います。退場後の平野潮さんは、まだ明確な計画を持っていないようですが、これは新たな可能性を模索するためのスマートなアプローチかもしれません。周囲の情報筋によると、平野さんは未だ周囲に、脱退後について、ノープラン、と言い続けています、とのこと。 彼がこのように言っていることからも、これまでの成功に満足することなく、新たな挑戦を模索していることが伺えます。一方で、岸優太さんと神宮寺優太さんは個人事務所の立ち上げの動きは見られません。しかし、これは彼らがまだ計画を発表していないだけであり、将来的に何らかのアナウンスがあるかもしれません。 三人ともまだ若く、これからのキャリアに対して十分な時間があることを考えると、彼らが慎重に次のステップを踏み出している可能性も高いでしょう。三人の目標として掲げられているのが、海外進出です。特にアメリカでの活動に興味を持っているようで、これは彼らにとって大きなチャレンジとなるでしょう。 アメリカ市場への進出は新たなファン層の獲得や国際的な認知度の向上につながりますが、一方で異なる文化や競争の激しさにも直面することになります。アメリカでの活動を考える場合、エージェントとの契約やビジネスの準備が必要不可欠です。 現地のマネージメントチームやプロモーション活動に関する戦略を練るためには相当な時間と努力が必要とされるでしょう。国際的な市場で成功を収めるためには言語や文化の違いに適応し自身の才能を最大限に引き出すことが求められます。キングプリンス退場後の3人の未来はまだ不透明な部分もありますが 彼らの意欲と才能にあふれた姿勢を考えると、新たな道を切り開くであろうことは間違いありません。彼らがこれまで築いてきたファンベースのサポートもあり、新たなチャレンジに対する期待も高まっています。キングプリンスへの3人が退場したことで、彼らのキャリアがどのように展開していくのか、多くの人々が注目しています。これからの活動に期待しながら、 彼らが輝かしい未来を歩んでいくことを願ってやみません。大変お世話になりました。最新の情報をスムーズに受け取るために、ぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。